鉄道ライトトーク。今回は近鉄名古屋線1997年の記録です。この日は近鉄名古屋線と名鉄を撮影しに名古屋へ向かいました。当時発売されていた近鉄南海名鉄の33フリーチケットを使っての訪問、いろいろ撮影しました。私自身鉄道写真を撮影するときは来るものを全部撮るという姿勢で行動しています。フィルムをたくさん使用しました。デジカメになった今でもその姿勢と行動は変わりません。狙いを定めず全部来るものを撮影するので後から貴重な写真が出てくることがよくあります。この後写真を公開いたしますのでご覧になってくださいね。ではどうぞ。
いかがでしたでしょうか。近鉄名古屋線1997年の記録。車体の裾に赤色のラインが入った変更前の塗装の時代です。近鉄名古屋線の通勤者は2023年の現在とあまり変わらないと言いつつ、携帯車両も記録されています。例えば1480系ですね。撮影した1997年の数年後に全廃されています。私にとって近鉄というのは奈良線、大阪線だったので、名古屋線を記録しに撮影に行ったらびっくりしましたね。名古屋という都市なのに、普通準急は2から3両と短く、急行は5200系の4両プラスロングシートの2両の6両編成が多く、近鉄の大阪奈良線系統のロングシートばかりに比べてクロスシートが多いのが羨ましかったですね。 JR 東海の関西本線と競争しているからサービスが良かったかもしれませんね。本当はですね、近鉄の線形のことを語るつもりでしたが、車歴がですね、複雑すぎて諦めました。近鉄の車両をきちんと語るには相当勉強しなければいけません。ネットで調べてね。今回はこの辺で終わりたいと思います。応援のいいねボタンをよろしく。チャンネル登録まだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。